今から家族旅行に行ってきます。ゆりちゃんと初めての旅行。見える。ねえ。レストラン、レストラン。うん。お腹減ったね。夕食はここで食べます。素敵。3人寝ると初めてなんで。ベビちゃんがね、車で寝てくれたので、ね、結構苦労せずここまで来れました。偉いね、ありがとうね。来ましたー。チュチュチュ。わあ、素敵。素敵なお部屋。あ、和室もある。すごいよ。こっち行っていいかな。お風呂だよね。温泉があるんじゃない？ここ外？こんな感じで外がやばーい。温泉だよー。素敵すぎるー。最高ねえ。ベビーベビーどう？うん、電気ケトルがあります。もう本当にこれがあるとすぐミルクを作れるのでありがたいです。お部屋にいる。この椅子でベビーベビーとゆらゆらしてます。ゆら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 。もうすぐご飯です。楽しみ。これすごい。ここに携帯置くとすごい響いてる。これ響いてるだけだよ。初めて。お嬢さん、お嬢さん、今からご飯に行きます。ケケがベビちゃんを抱っこっこしてくれてます。美味しそう、美味しそう。まだ何も出てきてないのに、もうすでに美味しそうな気配。素敵。いやー、夕食に行きました。ちょうど
ベビちゃんが寝てくれたのでゆっくり2人で食べれます。キキはーい、ベビーベビーはここでちゃんとベッドも用意してくれて寝てます。メニューはこんな感じです。この前菜が盛りだくさんで楽しみ。何が一番楽しみですか？中トロ。中トロ、お刺身ね。ね。うん。美味しそう。ワカサギを使用してございます。フォアグラを合わせたおかき揚げ、色味の効いたカステラ、こちらは金時人参、京野菜を使用してお味を色味付けてございます。銀杏の唐揚げとくわいのせんべいでございます。タラの白子の和え物でございまして、こちらは中に干し柿、あんこ柿をご用意しております。昆布の佃煮と合わせましたわさび味噌でございます。上から揚げスルメを添えたおひたしでございます。お待たせいたしました。ありがとうございます。ご飯どうですか？めっちゃ美味しいね。もう、うん、全部取り忘れちゃった。最初のここのも美味しかった。なんか二人きりで旅行してるの。これなんだろう、なにこれ、なんで出たっけ。サバ寿司だ。なんか突っ込んでよ。うまい。うん。うん、よかった。おいしい。うん、じゃーん。すまし仕立て。どうですか。おいしい。おいしい。うん、続いてお鍋でーす。そして。起きました、うん、動いてるよ、活発に。どうですか？ん？ん？美味しいよ。美味しい？何それ？食べてわかんないの？うん、魚。魚？ステーキが来ました。美味しいよ。旅館のこの石焼き好き。やばい。起きたの。お手伝ってます。ねんねしたら食べます。あー、釜炊きご飯美味しそう。ズワイガニ、ズワイガニとレンコンのご飯でございます。美味しそう。ではお取り分けいたしますね。お願いします。こんなお部屋です。おいしい？うん。何が一番おいしかった？刺身。刺身？うん。ごちそうさまでした。お嬢さんは寝てますね。旅行中もこのドッカトットを持ってきました。これ結構体にフィットするので安心して長く寝てくれます。寝てます。動けなくなりました。テレビ見ながらゆっくりしてるよ。みんなでマリオカートへ。はーい、娘が寝たので二人で乾杯でーす。バーイ。おはようございます。また娘の旦那も爆睡してます。雨降ったね。みたいな天気でしたけど、すごい気持ちいい朝です。なんか温泉来たら
っぱり朝お風呂に入るにもだいぶ満ちたね。静かなうちに朝食前に一人で温泉を楽しみたいと思います。今から昼食です。じゃーん、朝食です。すごいキラキラのコシヒカリ、おいしそう。テレビでは、ーい、帰ります。最高の旅でした。寒くてメガネが曇る。最高な温泉旅でしたね。ルビちゃんもずっとご機嫌してくれてました。よいしょ、じゃあね。